ここは着物の着こなしや決まり事を取り締まる着物警察信州上田紡所。今日は一体どんなドラマが紡ぎ出されるのだろうか。ボス、おはようございます。今日も暇な一日になりそうですね。はあ、それにしても最近リサイクル着物が大人気ですよね。おお、そうだな。それも時代の流れってやつだな。まあリサイクル着物は人気になるのはいいんですが、サイズが違う着物を着ていたら即逮捕ですよね、ボス。おお、そうだな。あ、その件について詳しい伝説の刑事がいるんだが、会いに行ってみるか、サムエ。え、伝説の刑事がいるんですか。おお、南米の着物警察ダルマン署にいた海外帰りの刑事だ。着物警察って海外にもあったんですね。それにしても海外帰りってすごいですね。なんていう方ですか。アライ・ハリー、人呼んでダイヤモンド失海。ダイヤモンド失海、なんだか名前からしてすごい嫌な予感してきた。アライ・ハリー刑事はな、確か今神奈川県の着物警察平塚署にいるから、サムエ、ちょっと行って会いに行ってこい。え、いいんですか。おう、この上田紬のジャケット着て行ってこい。あ、ありがとうございます。よし、この上田紬のジャケットを着ていれば100人力だ。じゃあ行ってきます、ボス。ここが着物警察平塚署か。よし、早速中に入ってみるか。ああ、アライ・ハリー刑事ってどんな人なんだろう。ダイヤモンド失海って呼ばれてるぐらいだからただもんじゃないよな。あ、いらっしゃった。はじめまして、サムエと言います。あら、サムエ刑事、お久しぶりか。あなたは宇宙を股にかける着物デザイナー土屋亜美さん、お久しぶりっ子です。ここで何してるんですか。私は次のファッションショーの打ち合わせよ。サムエ刑事こそこんなところで何してるの。僕は伝説の男アライ・ハリー刑事に会いに来たんです。アライ・ハリー、ああ、ダイヤモンド失海のことね。彼ならあっちにいたわよ。ありがとうございます、行ってきます。ああ、それにしても土屋亜美さんもご存知のアライ・ハリー刑事ってどんな人なんだろう。あ、いらっしゃった。はじめまして、サムエと言います。ハリー、ハリー、僕アライ・ハリー。うわー、今までで一番ヤバいやつ来たー。僕は周りからダイヤモンド失海と呼ばれています。その理由を知りたいですか。え、どうでもいいです。知りたいですか。うわー、めんどくさ、言いたいんじゃん。じゃあどうしてダイヤモンド失海って呼ばれてるんですか。それはね、1、2、3、失海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 。うわー、やばい意味で伝説の男。ところでサムエ刑事、 You は何しに平塚へ。あ、キャラ強すぎてよく忘れてた。あの、
最近リサイクル着物が人気ですけれども、サイズが違う着物を着ていたら即逮捕ですよね。ノーノーサムエ、それは大きな間違いです。え、どうしてですか？だって女性着物でサイズが小さかったらおはしょりが作れない場合だって出てきますよ。サムエ刑事、洋服だって古着のものは丈が短いものあるじゃないですか。それはでも気に入ったらおしゃれでカバーして着ることもありますね。確かに着物だって洋服と同じですよ。気に入ったらサイズが違っても着ちゃえばいいんですよ。そうなんですかね。それに多少のサイズの違いならシカヤに出せばマイサイズに変えられるじゃないですか。サイズを変えられるのが着物のいいところですよ。アライハリー刑事、いえ、ダイヤモンドシッカイ、おっしゃる通りです。僕も伝説の刑事になりたいです。サムエ刑事、本当に伝説の刑事になりたいですか？はい、なりたいですけど。それじゃ行きますよ。1、2、3、しっかり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 。はい、というわけで、今回2度目の出演していただきました土屋亜美さんに、ご出演いただきました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。去年のちょうど1年前ですね、再演できまして、とっても嬉しいです。ただまあ何回やってもどうしてもうまくいけませんね。宇宙を股にかける着物デザイナーっていう役柄でしたが、いかがでしたか？身内の中では評判になってます。土屋亜美さんも YouTube 始めたんですよね？そうなんです。去年の10月15日に1回目を出しまして、18本出しております。18本もね、はい、あ、すごい。これからファッションショーどんどんやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあ土屋亜美さん、最後に行きますよ。はい、着物大好き。はい、というわけで今回はだるま屋京染め6代目の八木さんにゲスト出演していただきました。八木さん、ご出演ありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたか、演じてみて？いや、なんかね、キャラの設定が良くて、やりやすかったですね。はい、とってもね、演じてて板についてたというか、ね、荒い針職人だけ。そうで、今回だるま屋さんで撮影させていただいたわけですけれども、だるま屋さんは普段どんなお店なんですか？うちは、まあ、基本的には荒い針職人が始めたお店というか、まあ、荒い針メインでやってるお店で、着物の仕立て直しのね、ご依頼が一番、多いですかね。はい、じゃあ八木さん、最後に参りますよ。着物大好き。